過去10年の中山記念。前走で重賞に出走してた馬がかなり結果残してるんだって。特に前走で GI に出た馬が業績を残してるみたいだよ。中山記念って実力馬が前哨戦として出ることも多いから、レベルが高いメンバーが揃うんだろうね。GI に出た経験がある馬は、大舞台での実績もあるから強いんだね。それに全走りで5着以内だった馬も好成績だし、安定した走りを見せてる馬がいい結果を残してるみたい。でも、前走が6着以下だった馬でも巻き返しに成功してるんだ。その中で GI 勝ちの実績がある馬が多いってのは注目だね。エルトンバローズって前のレースで GI 初出走して4着だったんだよね。しかも3歳なのに歴戦のフォーマー相手に掲示板を確保したんだから、すごい能力を持ってるってことだよね。ラジオ日経賞と毎日王冠を勝ったし、それも今回のレースと同じ 1800m の芝だったんだ。特に毎日王冠では強い相手を相手に勝ってるし、エルトンバローズは 1800m の芝にやってるって感じだよね。シーバースって去年の中山記念で長い休み明けから出走して見事1着だったんだって。今年も調子良さそうで、昨年よりも良い状態で臨戦できてるみたいだから、今回も期待できそうだよね。それに8歳って結構ベテランだけど、まだ20戦しかしてないし、前走の香港 C でも3着だったし、能力の衰えは感じられないみたい。香港 C では世界の強豪相手に競ってたし、今回の GII のメンバーの中なら実力や実績は上だよね。去年も良い走りをしてる舞台だし、上位争いが期待できそうだね。いる、シブパンサーって前のレースでも馬券圏内に入れなかったけど、レベルの高いメンバー相手にしっかりと走れてるんだよね。特に前走のマイル CS ではエルトンバローズと同じくらいの競馬をしてたんだよね。実力的にはそんなに大きな差は感じられないし、でも昨年の中山記念では大敗してるんだよね。直線でロスがあったり前が詰まったりして本当の実力が出せなかったんじゃないかな。道中は先段につけてたし、不利がなければもっといい競馬ができたはずだよね。今回の条件なら不安もなさそうだし、絶対に侮れない一方だよ。ジオグリフがチャンピオン自身で15着から巻き返しを狙うんだって。皐月賞勝ってから勝ち星が遠のいてるけど、昨年はサウジ C で4着だったんだよね。まだまだ能力は高そうだね。ダートや 2000m 以上のレースで使われてきたけど、芝 1800m はようやく力を発揮できそう。それに中山コースも久々だけど、皐月賞の時の競馬ぶりを見る限り問題なさそうだよね。世界でただ1頭イクイノックスを直線でかわした馬だし、ここで本当の実力を発揮してくれるはずだよ。ソウルオリエンスって前のレースは8着だったんだよね。でもその前は京成杯とか皐月賞で勝ってるんだって。日本ダービーでは2着、それからセントライト記念でも2着だったし、菊花賞でも3着だって。クラシックではめっちゃ活躍してるみたい。有馬記念の8着も直線で窮屈になっちゃってたし、展開も向いてなかったんだって。それが今回は距離が短くなるし、相手の格も落ちるからパフォーマンスも上がってくる可能性が高そうだよね。巻き返し期待できそう。